ボラマコ、薄い塩水を作り、マコを浸して掃除する。血をしごき出す。塩、マコ、たっぷりまぶしつける。冷蔵庫に1日置く。水が出るので捨てる。また塩をまぶして、冷蔵庫で1週間寝かせる。塩を洗い落とす。水に浸して塩抜きする。コリが消えるまで待つ。干し始める。最初または開いておく。じっくり面倒を見てやるとそれが仕上がりに反映される。型を整えながら干す。時々愛用の酒で磨いてやると良い。雨の日は室内干し。いい感じ。カラスミ誕生。素晴らしい。いただきます。魚卵ってやっぱり偉大だね。